わあ、お前か。大人なんてこんなもの。大人じゃねえ、男なんてこんなもの。なんだよ、何見てんだよ。機嫌悪いな。今日は一人？オージンはどうしたの？バカ親父なら今頃どっかの飲み屋で飲んだくれてるよ。母ちゃんが残してくれた大事な屋台を放ってよ。くそ、むしゃくしゃする。俺も遊び歩いてやる。これは良くない。このままではユジが不良になってしまう。今はここでユジを見捨てるわけにはいかない。よし、私に任せて。オージンの飲み屋通い、私が止めてみせる。そんなの無理だよ。親父は病気なんだ。脳に酒が回ってくんだ。そうと言ってるな。そうかもしれないけど、いい考えがあるの。ちょっと待ってて。本当に？そんないい考えある？そうきたか。そこのお兄さん、うちの店で一杯いかが？どう？大人の女って感じでしょ？は？意味わかんねえんだけど。なんでお前がそんな格好してんだよ。ユージはほんと厳しいな。とりあえず私の作戦を教えるね。オージンが飲み屋に入ろうとしたら、私が先回りをして飲み屋の店員になりすまし入店を断るの。どの店に行っても入れてくれなければ諦めて帰るでしょ。どうしよう、そんな作戦うまくいくか。こういうことはね、本人が自分の意思で止めるしか方法はないの。お酒を飲みたいと思っても何回断られれば王人も何回じゃない毎回断られれば王人も気づくはず。今がお酒のやめ時で、自分が帰るべき場所は家族の待つ場所だって。家族の待つ場所。ユジはどこか見晴らしのいい場所から王人の動きを知らせて。ユジ、私が親子の絆を守ってあげるわ。ずっとポージングしてたんだね。いやもうだいぶ飲んでんじゃん。ああぶつかって。来た来た。ユジ、そっちはどう？こっちがユジ、親父の姿を確認した。じゃあ作戦開始ね。おい、重力を使うなら親父の見てないところでやれよ。それと顔は見られるなよ。変装してるとはいえさすがにバレるからな。そんなことくらい分かってくってば。さあオージン、今日はあなたに一滴もお酒は飲まさせないわよ。オージンの酒場入店阻止作戦。リアルでもありそう。オージンは広場にある4つの酒場のどれかに向かって移動します。オージンを観察し、彼が行きそうな酒場に先回りしましょう。オージンよりも早くたどり着くことで酒場の娘になりすまし門前払いすることができます。ただし、オージンに顔を見られてしまうと正体がバレてしまいます。顔を見せないように体の動きに気をつけましょう。あ、向きか。また重力操作を磨いても正体がバレてしまいますが、磨けないように使うことで有利に移動できるはずです。はあ、こうこうどう。おー、オッケーオッケー。あ、そういうこと？親父なんかあそこにいるぞだって。親父、後ろからなんかスーパースターが浴びてきてくれと。親父、休みかどうかわかんないじゃん。
うえ。さあ、素直にこっちに来ると思うかな。だけど ここさっき来たとこだけど、めっちゃなんか文句言ってるけど、よっしゃ今日こそ飲みまくるぞ。おい、作戦成功じゃなかったのかよ。あ、別の日。さあ、今度はシガフですか。うえ、こっちかい。ここ、今日も臨時の休みですよ。今日も臨時の休みですからね。今日もその顔飲んでるよな。その顔飲んでるよな。ふがついてねえけど飲んでるよな。さあ、こっちに来るかな。めっちゃぶつかるやん、めっちゃぶつかるやん。いや、華麗なフェイント仕掛けてきてどうすんだよ。何のフェイントだよ。こっちか。だから歩いてる時点でお前は負けなんだよ。食中毒、それはやばい。で、次こっちか。そっちに店ある。あ、ある、ここか。フェイントかよ。どこ行く。さあ、どこの店行く。あ、こっちか、こっち、ここ、ブラ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 。さあ、フェイント仕掛けてくるか。何のフェイントなんだよ。絶対バレてる、絶対バレてんだろそのフェイントは。さあ、ダブルフェイントしてきました。華麗なフェイントです。だけどここ食中毒で出てますよ。大丈夫ですか。ここ食中毒さっき出てるって言ってましたけど、記憶喪失ですか。いや、さっき食中毒出てたって言ったやん。こいつ記憶散歩で忘れるパターンの人間かもしや。レリオーラさっきもう牛、あ、やばい、これはもう完全にこれはもう禁断症状です。さあ、やばい、動きが危ない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 。ここか。どっち。ああ、バレた。あいつやべえわ。怖えんだよ。こいつ怖え。動きが怖え。気功臭。さあ、どうすぎだ。フェイントいかねえんだよ。フェイント仕掛けすぎ。ふざけてる。こいつふざけてやがる。どこ。ちょ、おじいちゃん。いやあ、くそー。さあ、どうする。
どこ行くんだ。これ毎回違うのか、動き。動き違うな。多分まっすぐこっちに行かないと思うんだよね。ほら。ちょちょ、おじいちゃん、ちょっと待って、おじいちゃん。ちょ、おじいちゃん。危ねえ。おじい、腹出てんな。ああ。ちょ、おじいちゃん。ああ、やばい。おじいちゃん、あのおじいちゃん厄介なんだけど実はさ、同じところとかない？あれ、多分フェイントでしょ。フェイント。あ、おじいちゃん、おじいちゃん、ちょ、ほんとやめて。ちょ、おじいちゃん、おじいちゃん、ちょ、あっち行ってて。ちょ、おじいちゃん、おじいちゃん、いや、ありがとう。ちょっと待ってよ、おじいちゃん。ちょっとあっち遊んでて。何のフェイントなんだよ、俺見てねえよ、そのフェイント。こいつに並走してるしかないんだよな。あー、くそ。おじいちゃん、いいから、おじいちゃん。あー、くそ。もうやだ、お前に酒は飲ませねえ。あれは多分フェイントだから。あれフェイントでしょ。だろうな、絶対フェイント一回してくれんだよ、そのフェイント。ちょい、あのフェイントからどうするか。こいつ正気じゃねえんだよな。で、絶対一回はフェイントしてくるんだよ。うん。いや、怖い。シュシュ。マジやめて。あそこはね、本当にあそこの店はダメ。あ、やばい、絡むな、おじいちゃん。さあ、どうする、どっち行く。ここ来い。よし、さあ、ラストだぜ。どうする。あぶねえ。ここか、ここ。あ、並走してる。ちょ、あー、くそ、それも。どっちだ、どっち行く。こっちか。あぶねえ。ふぅ、よかった、あぶねえ。やっとだぜ。うなだれてる。くそ、どうなってんだよ。なんでどこの店も入れないんだ。こんなのおかしいだろ。おじん、いい加減に諦めたら。え？あんた、なんで俺の名前を。いや、よく見たら、お前は来てん。そうか、全部お前の仕業か。クレミーラーおっしゃ。やっと気づいたよね。黒幕は私、正義の重力姫、来てんよ。大きい。お前、なんで俺の邪魔をする。それは絆を守るため。無事？ああ、一体何を言って。おじん、忘れないで。おじん、
あなたの帰りを待つ大切な存在よ。大切な存在。プライス。分かってくれたよね。さあ帰りましょう。家族のもとへ。来てん。油断すぎな。え？おぎにはわかる。親父の気配が変わった。大きい。ユジよ、待っててくれ。必ず父は帰るぞ。しかし、その前に。意地でも、いっぱい引っ掛けてくるぞ。この、バカ親父。あ、やばいやばい。なんて気迫なの。これがあの王子ね。凄まじい酒への執念。我が父親ながら、我が親父ながら震えが来るぜ、うんうん、こうなったらこっちも本気を出すしかないよね。え、マジで。ちょ、王子、王子待って、王子。王子とすれ違った。ちょ、王子、王子は何がしたいの一体。王子大丈夫。ちょっと王子。いや、まあ、体も壊すけどね。王子どこ行くの。王子ちょっと。王子ちょっと。王子すごい走ってっけど、全速力。あ、フィードアウトしてく。したら、あ、オッケー、大丈夫。あ、おい、来てな。何よ。体を動かしたら妙にすっきりしたぜ。めっちゃ母言ってる。じゃあお酒は。今日はやめとくわ。久しぶりにいい気分だしな。シガフの親父久々に見た。しかし驚いたぜ。父親があんな根性を持ってるなんてよ。うんうん、確かにお酒への執念とはいえ、あんなに走れるとはね。すい。まあな、若い頃は俺が走ると女たちが騒いだもんだ。なんで？ルキセ？じゃあユジのお母さんも王子の走るとこを見て結婚を決めたのかな。おいおい、息子の前で恥ずかしいじゃないか。アオイ。だって絶対そうだよ。急になんかおかしくなったな。せい。くだらねえ話してないで、そろそろな。さて、明日も仕事だ。帰るぞユジ。シュウィ。お。プライよかったねユジ。エブレット。ありがとうな、来て。王子、ユジ、か、親子の絆を大切にね。だが、顔はずっと赤いまま。はい。いやー、だいぶ酒への執念がやばかったな、王子。じゃあ今日はこんなところにしておきますか。多分カット数がちょっと短くなると思うけどね、あの死闘はね、うん。ダイジェストになると思うけど。じゃあまだね、サイドミッションがまだ結構あったんで、それを次回もね、消化していこうと思います。じゃあまた次回よろしくお願いします。ありがとうございました。